コンコンコンキツネさん、おいっす、俺車買っちゃった。やばいね。いや買っちゃったよ。しかも高級車です。はい、だいぶ奮発しました。マジっすか。はいの、本日、はい、大安っていうの、はいはい、まあ、いい日なんですよ、はい、に、晴れて納車ということで、天気はちょっと恵まれてないんだけど、あ、もう今日納車なんだ。今日納車です。契約とかじゃないです、もう今日納車です。あ、そうなの。晴れて終わりました、はい、お支払いも終わって本日納車です。やばいね、それ。やばいです。テンションマックス上がっております。何の車でしょうか。え、しかも納車とかではもう乗って帰る。はい、今日乗って帰ります。やば、もうちゃんと保険も加入して、はい、今すぐ乗って帰れる状態なので。やばいね。そこを皆さんに今日お届けしようかなと。今までだってさ、いろんな車欲しいなみたいな話はしてきた。はいはい。その中になんか該当する車なんでしょうかね。何なんでしょうか。俺が何を選んだのかね。ね。ちょっと行きますか。じゃあ早速。行きましょう。失礼します。すごいですね。皆さん。はい。大丈夫ですか。大丈夫です。お待ちしておりました。緊張感あるね。緊張するね。じゃあ早速ちょっといいですか、はい、回って下の方に、はい、ちょっと奥の方から見ますか。そうしましょう。文字で歌ってる。合わせてきたの。え、違います。違うか。色は超かっこいいけど。今違います。心臓バクついたよ。でもあんまり見たことないな。普通に俺車を見て楽しんでこれちょっと大きいよ。大きい、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 大きいよ。おお。なかったさっき。でしょ。そうか。え？そう。すいません。違います。違うの。じらすな。え？すいません。違います。ちょっとさ、色がほら割と落ち着いたカラーが多いじゃないですか。黄土の仕様とか。おお、そういうのはちょっとね、やってない、やってないです。やっぱり妻が妻ですから、派手めに行かないと。派手だな。かっこいいね。かっこいい。こちらではありません。違うんかい。じゃあもういいの、本当にいいの。もう行きます。あ、もう来る。今まで何台乗ってんの。所有歴で所有、うん、11台目かな。おお、多分今までこれが11台目。次で11台目かな。じゃあゆい行く。いいですか、はい。俺今回この車に関してはまだ見てません、はい、お、写真しか見てません。あの最初購入の時の、はいはい、まあ、それもちょっと実車見てから理由を説明するけど、はい、初めて見るんですよ。やば。そんなことあるんだ。もうほぼほぼネットショッピングみたいなもんです。確かに。だからもう見て、あ、これだな、よしっていうぐらいなんで、行きますよ。覚悟できてますか。はい、大丈夫ですか。もうここ角曲がったらあるからね。ここ編集でもうドクンドクン。いや、じゃあスローいらないんだよ。俺が編集するから。あ、そっか。いきます。こちら
じゃん。超かっこいい。超かっこいいでしょ。あ、ランドローバーにしたんだ。初めてです。というわけで、ついに納車されました。ランドローバーディフェンダー満点。やばいよね。ちょっと、とりあえず回ろう。そうね、ウィニングランしよう。どうよ、かっこいいな。かっこいいな。え、超かっこいいね。かっこいいでしょ。超かっこいい。ランドローバーディフェンダーね、満点の、これなんかね、限定モデルなんですよ。で、まあ、トータルでいろんなカラーとかそのサイズとか含めて200台ぐらいかな、限定車だったんですよ。へえ。で、俺なぜこれをもう買おうかなと思ったかっていうと、はい、まずそもそも、まあ、俺今クーラーしか持ってない、で1台なんで、まあ、どうしてもやっぱりさ、家族でどっか遠くに出かけるときとか、まあ、うちのね、奥さんの車はあるけど俺クーダーだから、はい、あれ一台だと遠出ができないし、でもキャンプ行きたいとかってなってきてるから、だんだんトカゲくんもそしたらキャンプにも行きづらいし、なんかいい車ないかなと思ってふらっと、うちの人と見に来たで、今いろんなその半導体だなんだでやっぱ納車がだいぶ遅れてるの。納車というか車自体の生産が、はいはいはい、で、まあどうせ1年ぐらいかかっちゃうんだろうなと思ってここの人にね、これ結構時間かかりますかって言ったら、2つ抽選で、今もし当選したら早くに納車できるやつあります。ただそれが結局どれぐらいの方が応募されるかわかんないし、結果俺どれぐらいの人が応募したのかも把握してないんだけど、じゃあとりあえず応募しますよ。そう、どうせね、はいはい、応募したの。当たっちゃったのよ。で、応募した手前さ、もう当たっちゃったら買わなきゃいけないじゃん。買っちゃったのよ。そんな気軽なの？いやー、そう、そういう経緯で今回この車を手にしたんだけど、どう？中も見てみる。そっちゃった。やばいね、超新車の匂いだわ。やば、やばいね、かっこいいっしょ。マジでちょっと奮発した。多分今まで買った車でも本当に上部の、うわ、キャンプも釣りも行けるぜ。しかも一応3列シートだから7人一応乗れる。ここ多分シートになるんだよ。使うことがあるかどうかは分かんないけど、7人乗りは7人乗り。けど本当にもうずっと言ってたコストコに行ける車、ようやく、バン買うとか言ってたのにね。フルサイズバン買うとか言ってたじゃん、ね、うん、だけど俺結構本当にフルサイズバンを買おうと思って動いてたわけ、はい、クーダ買ったじゃん。で、妻がさ、もう一台さ、フルサイズバンのさ、80年代後半とか90年代のバンを買うのは、はい、さすがにさ、やっぱさ、もうちょっとさ、快適な車じゃないと、はい、自分で運転して現場行くのにちょっと大変じゃないっていうことで、確かにそうだねっていうところで、そう、おっしゃる通りですということで、一回じゃあちょっと現行で気になる車はないんかないのってなったからここ来たんだよね。ディフェンダーが気になってたから、はいはいはい、左の後部座席もね、はい、意外と広いで、俺さ、いろんな車さ、電気も乗ったじゃん、はい、で俺電気めちゃくちゃ好きだったの、うん、電気自動車は正直欲しいと思ったんだけど家に充電ができないの、はいはい、ぶっちゃけ家で充電できるんだったら電気自動車は全然ありだなとは思ってて、うん、だけどまあそうか、難しいよな電気はな、まだもうちょっと経たないとなと思って、だからまあ今回ディーゼルだからね、うん、これは分かってる、これが今ずっと言ってる。いや分かるよ。ディーゼルでしょ。絶対分かってないでしょ。あれもディーゼル、クーダーもディーゼルでしょ。はレギュラー？もう
降りてくれ。体力あれは何を言ってるのよ。ガソリンの種類わからん。広いね。俺が1個前の方の G クラスとかも乗ってたから、はい、G クラスその時は結構後ろ狭かったんだよね。比べると、ま、広いかも。だいぶ、まあ、今ちょっとシート合わせてないからまだちょっとわかんない。こことかもなんかすごいおしゃれだね。え？あ、ウッド？こういうなんかビスのなんかさ、普通見せないじゃん。はいはい、見えるのとかもね、ネジをね、こうなんかちょっと。ちょっと面白いね、武骨な感じでさ。これとか、まあ立つ人いないけど、もともとは人が立つようにこういうのあるらしい。立って何をしてたのか知らんけど、確かに今はもうこれはまあ飾りだけど、当時は立つためにいいね。というわけでこれが納車されました。やっちゃったね。行きたいところは山盛りあるけど、まあひとまずちょっとじゃあ納車手続きして、はい、ちょろっと走ろっかな。あと俺これからあの車払いに行くから、納車したら俺必ず行くの、車もバイクもお払いに。あ、お払い、もう一応なんかね行くの。おかげくんからめっちゃ可愛いあの LINE が届いたの。はい、これノーって言えなくない？俺車買ってんだよ。で自分のお金でポケモン買うっていうのは絶対ノーって言えないよ。言えないね。超かわいい。初めてかも。こういう形での納車。新車は買ったことあるけど、うんうん、こういう形はない。なんでだろう。新車買ってんだけど、持ってきてもらったりしてたからかな。おお。ちょっと中、まあ、あの簡単な説明書になるんですけれども、中に QR コード入っておりまして、こちら読み込んでいただくと携帯に説明書がダウンロードされるような形になります。はい、どうよこの密閉された感じよ。超静かな。あ、すっげえ。ちょっとエンジンかけてみる。あ、いいよ。いいですか、行っちゃう。行きましょう。モニターすごいね。モニターすごいね。いろいろ行きたいね。いでもこれも本当この車でみんなとの、まあね、動画見てくれてる方にもいろんなとこお見せできると思うんで、うん、はい、どこでも行ける車だからね。ちょっと今までにない企画もより詰め込めたりするのかなと思うと、ぜひちょっと楽しみにしてもらえる。楽しみだな。いざ行きますよ。行きましょう。勢ぞろい。勢ぞろいですよ。すごいことになってますよ。こんなにいたのっていうくらい。おはようございました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 。どうなんですか。よしきでー。快適だね。よしきでー。快適だね。快適だね。マジでかっこいい。いや、マジで。本当にかっこいい。みんなどうなんだ。マジでかっこいいよね。で俺さ、ほらアメ車好きなくせにとか多分みんなに言われちゃうんだけど、俺別にさアメ車好きだよ。アメ車めちゃくちゃ好きだし、うん、古いアメ車好きだけど、別に車全体全部が好きだからね、基本的には。だけどイギリスの車俺一回も乗ったことなくて、はい、ランドローバーの車って一回は乗ってみたいなと思ってさ、うん、で俺車の番組長年やってきて、そこのスタッフの人とかみんな詳しいわけ、はい、でやっぱ SUV 一回ぐらい、まあ、レンジとか乗ってみると、うん、すごくあの車のまた違う感覚を味わえていいと思うよっつって、正直あれこれはもちろん初めて見たんだけど、うんうん、その当選したってなってから市場に来てんだよ、ディフェンダー自体を。あ、そうなのね。さすがになんか乗らずして決めるの怖かったから、うん、で乗った時のフィーリングがめちゃくちゃ良くて、マジで安定感あるし、まあ前乗ってた SUV とかよりも本当にこう車が倒れたりしなくて安定して曲がってくれるから、もうすげえ気に入ってて、で意外と柔らかいしなやかな乗り心地だったから、うん、俺首も悪いじゃん今で、首のヘルニアになっちゃってさ、
やっぱりその運転がただ自分でやっぱ移動したりが結構多いから、でその先生たちと喋ってもやっぱり運転姿勢って割と負荷がかかりやすいからさ、うん、そういうのもあったりで、やっぱり古い車もう一台本当は欲しかった部分もあったんだけど、はい、どうかなっていうのもあって、最終的に迷ったのは、まあ、フォードのブロンコってあるのね、現行で、うん、ブロンコかディフェンダーかで迷ったんだけど、やっぱり一回ちょっと金額的にもちょっと高いけどディフェンダー行ってみようっていうのと、あの妻が結構ご機嫌だったの、一緒に見に行った時に、あ、そうなんだ、パパこれいいじゃん、なんかカクカクしててかっこいいよ、パパ似合うよっていうご機嫌だった、それ結構でかいんですよ、確かにね、俺たちはさ、なあ世の男性職、妻がちょっとやっぱあ、これだったらなんか機嫌いいかも、おっっていうところでね、最終的に決めてはまあそれなんだけど、クーダーやっぱね、あんまさ、俺一人は全然いいんだけどさ、うんうん、やっぱ真夏のクーダーにさ、好んで乗りたいとはやっぱ思わないよね、これだったら家族でどこでも行けるし、はい、っていうのもあって、ついに、じゃあちょっと首都高乗っちゃいます、はい、首都高です、うわでもやっぱなんだろうね、だから俺さ基本ベースがクーダーだからね、うん、それどんな車乗っても乗り心地がいいってなるからあれだけど、うわやば、見ろこんな風になってんの、そういうの、これからさっきもさ説明見て、これでもあれだけど今ほら、あ、これ普通タイヤが置いてあるじゃん、だから見づらいからさ、そっかそっか、そう、こういう風にしたら、うわ俺、いや多分みんな視聴者のみんなも、うん、ここそんなにもう驚かないのよ、あ、そう、俺たち遅れてんのよ、そうですね、50年前で止まってるから何でも感動すんだけど、いや感動、だからいいかもだよ、いいかも、あ、確かにオプション何でも100感動すんだからさこの2台持ちが俺の夢だわ、ほんとこの SUV の1台と、はい、こう自分の好きな趣味のマッスルカー1台っていうのがほんと夢だったからさ、いやー最高、今ホフ来たらさ満席無事お祓いは終えました、はい、で、もうしかし納車の儀式は終えたので、よし、お昼ご飯と思ってホフ来たら満席です、そこだけついてね所長の株に今またがってますすごいね、めちゃくちゃ目立つところに閉まるべ、閉まる、まあでもちょっとこれからお昼食べて、ちょっとのんびりする、まあひとまず、私愛車が1台増えましたので、はい、クーダと共にディフェンダーの動画も上げていきたいなと思いますので、ぜひもし気になる方は、チャンネル登録していただいて、高評価していいねボタンしていただけたらなと思います、なんかあとその何してほしいとかも書いてほしい、ね、そうだね、コメントぜひ、ね、こういう企画やってよ、せっかくそういう車あんだったらっていうのをコメントいただけたら、うん、我々やりますので、ぜひコメントお待ちしております、今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました、皆さんも素敵なカーライフをお過ごしください、じゃあねな、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。